ジャン君さ、隙間に入ろうとしないで。ジャン君、はよ。はい、はよ。はーい。今日の夜から長雨になるそうですよ、ジャン君。はい、はい。ブラシをさっき出したんだけど。あ、はい、はい。はい、ブラシやりましょう。かなり楽しそうだね。子供の声がするね。最近のプールすごいだね。プール、あ、いわゆるビニールのプールみたいなやつ。私たちの時はただの丸いやつだったけど、うん、お隣のはね、すごい、うん、あの滑り台ついてんの。そう、ああ、やっぱりか、中で見たな、テレビで。ヤシの木みたいのがついてて、すごいって思っちゃった。昨日はすごいなって。ジャン君も入るねえ。はい、はい。しかもちゃんとビニ、なんていうの、今ビニールプールとか言ってたじゃない。うん、あのちゃんとなんていうの、それで膨らまして、うん、膨らますプールなのね、ちゃんと。うん、なのにちゃんと膨らむ滑り台と足の木がついてね。うん、多分すごい酸素不足で倒れる。あれ、足で踏むやつでしょ。今時はあれでしょ、電動でしょ。え、そうなん。うん、あの自転車のタイヤの空気入れも電動が出てた、この間。うん、ちょうど、あ、なんていうの、電動ドリルというかドライバーのやつみたいなのにくっつけるやつで、うん、あ、いいなこれって思った。そんな高くないし、ああいうんだったらおじちゃんが座ってビーって押しとくだけでできる。はい、はい、はい、はい。今日はプレミアプロが文字起こしができるようになりましたっていう動画を見つけて、おお、これすげーって思った。今喋っているこの日本語としても間違っている日本語を文字起こししてくれるよ。はい、なんかね、YouTube の持ち起こしはたまにやったりするんだけど、うん、もう一つ、まあ日本語がね、お上手じゃないので。で、プレミアプロは大体もう9割ぐらいいけてんじゃないかな。あ、その人の喋り口調にもよるとは思うけどね。ねずちゃんだよ。ふりふり、ぷりぷり。あまり。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、おいで、おいで、おいで。はい、ジャン君出ました。迎え行ってくれる、ポンちゃん、ポンちゃん。おいでよって言ってくれる、ポンちゃん。はい、ポン。はい、あ、怒った。ジャン君が何やってんのって言ったよ今。ポンちゃん、あ、ジャン君もおいで。はい、ジャン君、おいで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 。はい、はい、うん、これだよ、これ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 。どうですか？ガシ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 。ガシ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 。
ジェーン君、偉かったね。ちゃんと連れてきたね。ジェーン君は偉いぞ。ポンちゃんもこっち来れば、あ、ご飯食べてる。ポンちゃんは暑いとこでずっと寝てて、目が覚めると呼ぶのね。生配信を終えると出てくるのね。今まで寝てたくせに、ね、どうしてもね、甘えたいんだもんね。相手してもらえるって思うと出てきちゃうんだよね。ジャン君、ジャン君、お父ちゃんの足舐めといて結構くすぐったいよ、それ。ジャン君、ジャン君、すぐ舐めるけど、ちょっといいんですよ。はい、ポンちゃんはすやすや寝てるよ。ポンちゃんとこ行く？行かないのかい。ブラシ、ブラシ探してんの。ブラシない？そこにあるよ、カゴの一番上。よいしょ。あるよ、あるよ。はい、やろうか、じゃあ。してもらえるね、ジャン君。長くなっちゃう。